違う、ライトですよね。今日もやっていくんですけど、今日はですね、ちょ環境、今ねめちゃくちゃ流行ってるあのエレジャイとキョスケ、まあ、この2つがねマジでねもう本当に2強なんですけど、その2つに勝てるめちゃくちゃ強いデッキ持ってきました。ということで、デッキはこちらペコーということでね、まあ俺このデッキ、まあ、ペッカ工場の、まあ、ガゴ型なんですけどね、まあ結構企画で3ヶ月ぐらいめっちゃ使ってて、あのすごい上達したんですよ。なのでね、このデッキの、まあ、使い方というかね、まあこう喋っていきながらマルチいこうかなと思います。結構ね今まあまあ高めの順位にいます。さあということでいきましょう。まあね、最近ちょっと、まあ、ここ2日ぐらい動画を上げる時間がまあ遅くなってしまってるんですけど、あのねクラロワリーグがあって、まあ、あの麦の動画とかね、まあ、あと俺の生放送を見てくれた人なら分かると思うんですけど、もう本当にね夜中の12時かからあって、まあ、朝の5時ぐらいまでやってるんですよ。そうなのでね、もうそっからもう動画撮れねえな、眠いな、でもなんかちょっと目パキパキだなみたいな感じで、めっちゃね微妙な時間になって、朝の何時かとかに寝て、こうなんか夕方ぐらいに起きて、って思いながらこうなんか飯食ってみたいな、なんかそういう生活をね送ってたんだよね、ここ3日ぐらい2日3日ぐらいか。だからねちょっと動画上げるの遅くなっちゃって申し訳ないんですけど、いやでもねついにね麦も世界大会出場決まって、ね世界だと、まあ、最初に決めたのが、サミュエルバソットっていう選手で、まあ、次にあのモハメド・ライトね、あの世界で一番今強いって言われてる選手。そうやっぱあの麦よりも本当に頭一つ抜けてるなっていう選手ですね。そうで次に3人目が麦っていう感じで、そう世界大会出場確定して、でもねマジでねやっぱ予選とか見てると日本人の突破の数がもう異常すぎて、毎回他の国に比べて倍以上ね日本人が突破してて、まあ、あの本当に毎回絶対1位なんですよ、日本人の突破率というか、その世界でね見て。さあいけ、いいよ、ああなるほど。さあこれで、ああ貫きしたかった。さあ相手はこれはまあ LG か。あーこの逆サイ誘導めんどいっすね。取れてくんのか。あおいしい。さあこの誘導がちょいだるなはず。 OK、 LJ ザッピーか。うんまあ LJ なんで勝ってるかな、まあ、とりあえずこういう墓石が相手持ってるときはそうですね、後ろからマジアチャとかを出していって、もう工場とか出せない方がいいですね絶対。さあ行きましょう。でまあゴーストを簡単に出してもやっぱキング起動されちゃうので、あーこれいっていいな、これ泣いてタルババないんですよ相手のデッキに。マジアチャが貫いて、ここでゴルナイトボンバーしか受けがないので、そうだね、まあ、相手の防衛でもうまいな、範囲を生かしてうまく受けてる。さあ墓石を割いたので、ここはゴーストで受けてからの工場からの誘導追加。さあ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 貫き入って、え結構溶かせますねこれで。いやおいしい。いやライトニングがあるからね、マップはペッカイレキ組んでいって、さあここでベビを阻止していく。なるほど、まあここはでも普通にペッカかな。ああなるほど。さあさあさあ、いやー LJ 鬼削るなマジで。これ工場つけていって、
あーマジか。これね、ババがね強化されたのが地味にでかくて、小ズババね結構放置するとねえぐいダメージ入るんですよね。さあいいよ、やついこれ。はい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 、ここは言うのでかましい、ぶちかましがいける。いけ、飛べ、でかい。あー、これはでもザッピー間に合うな。ここはちょっとマジアチャでお茶濁していきますか。ちょっとここはマジアチャ出して5打つになるともったいないので、 OK で言うの行って、でペッカまで行くと LJ 逆サイ誘導でかまされるから、ここでペッカ、そう、このなんか相手がどうしているのに対してユニット出してくるときにペッカ出すのがいい。あーめっちゃいい防衛だなそれ。あーいいのかそれは、わかんねえな相手の狙いが。さあこれは入りますよ。さあザッピが来るか、ういよいしょー来たー。さあここでライトニング当たらないようにここにいうの出してあげて、ジージー。さあいいですね。そうこんな感じでって言ってもめちゃめちゃ接戦で、相手の人もオトプロでねすごい上手い人なんですよ。多分ねサイトトロ8700ぐらいある人なんで、そうちょっとめっちゃ上手かったし、今流行りのねなんかね一周回ってなんかザッピーが今ねなんかまあシンプルにそのキョスケとあのエレジャイに強いからっていう理由でちょっとエレジャイとかなんかゴレとかなんかそういうのに入ってたりするんですよね。だからもしかしたらこのペッカのエレキとかマジアチャの枠がまああのザッピーになっちゃうことがあるかもしれない。あはーこれマジでめんどくさい、どうしようこれ。やっぱもう許容するしかねえなー。いや痛すぎる、もうおかしいこのダメージ、切れそう。でも相手はあこれ折り回ってるかな、結構攻め込んだから OK、 折りのエリクサーなかったですね。こっからの馬場見て、なんかいつもよりやっぱ見てるとちょっと一発多く殴ってる感じがしないこともない。さあ相手はここは結構まあスケラメガゴ雪玉までね勝ち込み入れてきたんで、ほぼブチギレのケツペッカーっすね。大体今折りとか、まああとメガゴか、後ろから合わせるカードが結構渋いので、そこなんじゃ折りとか置いてくるんですけど、ペッカエリキでね、全部低めにメガゴ出してきても、低めに折り出してきても、ペッカエリキがやっぱ強いんですよ。そうので、ペクエリ出してあげて、でも相手がなんかわかんないんだよな、何持ってんのか。ちょ、ここはマジアチャで、なんかスケブとかあるかもしれないから、あ、キャスケか。ここは言うので、あーやばい最悪頼む、ああ最悪やこれ。あでも大丈夫、ちょい残りしたからこれはギリ。あオッケーオッケー、ここ反応してくれるんでかいね。大体これ、ね、陸技今渋いんで折りしかないんですよ。なんでこのゴーストで受けさせる、今まで出てきたやつだと折りしかないかな。オッケー、メガゴが強いんだけど、ここはあの折り切ったのでシンプルにこのペッカ工場が強いですね。これ巨助で止めてきてからの雪玉みたいな変な防衛をしてくるかなとは思うので、はいはいはい、来た、マジアチャ貫き貫かでいきます。ここはよいしょ、絶対に延命する、おらいけ、おしゃ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 、めっちゃいいダメージ入った。さあここはゴースト出して、ちょっとここはね、ペッカとか出すの避けたいね。ザップとかで回してあげて。よいしょ。ジーアチャで。よいしょ。で、ここで雪玉からの樽が来ると、あーもう、毎回ずれてる。最悪や。まあ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 、このくらいならいいかな、でも。正直。
お、はいはいはい、これじゃフリーズ打てまへんと。いやーこれもう5を打っていい気がするんだよな。ここで低めに多分そうメガゴカアーチャーが来るので、それに対して5を打っていきましょうか。よいしょ、これ52発圏内入ってるので、いやー怖い。エルヒ出すか、ちょっと怖いけどね、逆サイの攻撃が。あ、やばやばい、これ怪しい怪しい。あ、危ねえガチで危なかったなこれ。よいしょー、さあジジ。あーなるほどね、フリーズスケラか。まあなんかエレザイに勝つために結構まあこういうねスケラとかでも今なんかポイズンよりもね変な火力高いカードを入れまくったなんか結果フリーズスケラとかなんですね、そういう形の方がよく見る気がする。さあということでいきましょう。あでもいい感じですねやっぱ。あでも本当に環境マジでエレザイか巨スケをマジで引くんだよ本当に。2回に1回とかいうレベルじゃなくてもう10回に9回ぐらいどっちか来るみたいな、そう環境なんで、そうなんかねエレジャイとキョスケをめたったエレジャイかキョスケみたいなそういう感じなんですよね。だからマジでね、多分ペッカが地味熱、今までの環境だよりもねすごい熱いと思う。あとねやっぱドリルの弱体によってあの速度が変わったんですけど、あの結構違いますねマジで。ドリルがね結構弱くなったと思う。そうだからなんかあのちょっと前に紹介したそのゴルナイ、まあキョスケ、ゴーストやばい喋っててやばかった、ゴルナイキョスケ、ゴーストドリルみたい なんかそういう結構大型に入ってる感じのドリルだとまだ全然生きるのかなっていう感じだけど、なんかインフェ U のなんかインフェスケファイスピドリルみたいな、そういう高回転でこうまあなんだろう、ディガー削りみたいな感じでこうドリルで削っていく感じのデッキだと、もうなんかドリルが遅すぎてあんまダメージ入んないから結構渋いのかなと思う。こういうねあのアチャクイとか外から射程でこうやって殴ってあげると、そうこうやって能力使ってまたねこれマジアチャがぶち殴るっていう、ね、ぶち強なんですけど、あやばいか、うわーやったー最悪今のマジ、めっちゃいいマジアチから最低な攻めしたわ。あーちょっと待って、あーそうなんだればいいんだよな、ちょっと忘れてたわ。でロイフグのコツなんですけど、なんかペッカをねこっちに来てもこっちに来てもなんか右サイドに出すといいらしいんだよね。これは待ちます、ここはちょファイスピーも嫌だし、あーそれだるいな、これどうしよう、ペッカ行こうかな、暇だし今ペッカ行きます。さあ着衣からの、あーそういうのあるんだね、あやべえなこれおい強えって。でマジアちゃんのそのさっき言ってたやつの、まあ、コツとしてはその逆サイに出すっていうのが大事で、あはいはいはい、こんな感じでマジアちゃんがね危ね、あーもう強いってそれ、いやこれさセパロイフォグマジ強ない、ちょっとダメだあれ、あーマジか、まあ、これはでも近いから結構いい感じになりそう。はいはい、あどういう回転してるそれ、大丈夫かこれ、ミラーとかじゃない、やばかったですよ今、熱い。そうこの位置にペッカを出すと見てください、これさ叩いて、あやばい、ちょもう一枚後ろだったわ、ごめんなさい。ここはゴーストを山盛りにしてあげて、マジアチャからのワンチャンのこうアチャクイケア、オッケー。さあはい来た、これは熱い、はいはいはい、ペッカが入るよ、さあドン、アチャクイロイフグにも勝てちゃうペッカが、ジジー強いね、
やっぱね、このペッカで受けるってことが大事だから、あのセパロ泳ぐめっちゃうざかったけど、固めて泳ぐ出してくれると、それをペッカで出して今みたいにね形作ると強いね。そう、本当にでもね、マジペッカは両サイド攻めが大事なんで、なんか片方サイドもう半分以上削れてるから、片方サイド片方サイドって攻めると、なんかそっちの方も全然入んなくて、そう、美味しくないんですよね。そうだから、なんかもう削れてるサイドを削るためにも今みたいに両サイド攻めてあげると、相手がんーどうやって受ければいいねんってなって受けきれなくなる。そう、いや今の良かったですね。そうだからね、よくそのマジアチャとか、あとフキアとかでね、あのアチャクイの射程の外からこうぶち殴るっていうのがあるんですよ。でもし隠れられてもマジアチャが逆サイドに歩くから、そのアチャクイに殴られないんですよね。そうだから、あんな感じの位置にマジアチャを出してあげるとめちゃめちゃいい、めちゃめちゃいいです。いやでもいいですね。そうでもクエイク、あとねウッド系か、そうウッドも加工されてダメージがザップと同じになったんですよ確か。そう、3分の2ぐらいのダメージ加工を食らったんですよウッドが。それがマジでここ何個かの調整が全部ペッカに追い風なんですよね。そうウッドが弱くなって、まあ、そのペッカの敵である、まあ、ホグとか、まあ、枯渇クロスがもっと削り性能が弱くなって、まあ、ワンチャンのこうタイブレイク勝ちも見えてくると。はい、でもうペッカが絶望してたドリルインフェとかにもドリルが遅すぎて、普通にねペッカには勝てるんだろうけど、ペッカ以外のデッキに勝てないから、そう多分今だとエレジャイとか巨スキに負けると思うんですよ。そのくらいのパワーバランスになったと思うから。そうで別にねペッカからすると巨スキとかムートが入ってるドリルは、まあ、普通のインフェドリルよりもね全然立ち回れるので、そうって考えて、まあいいですね。うん、環境的にもマジでここ最近の環境で一番なんかやっと本当にペッカ熱いんじゃないかなと思いますね。ああ、これさあ、そう本当だったら俺も行きたいんだけど、今の環境ボルナイ見たら基本エルジェイだから、そうここでケツエルジェイ行ってしまうとダメになっちゃうんですよ俺。あーいいライトニングだ。それは工場まで行っちまえばよかったな。そしたらさあもっと早めに行ってよかったね。これはさあ、ここはコースと行ってからのいうの、これはね今大きい陸空気を割いてるんだ相手は。うわー、これやばいか。あー終わった。もう本当にねえ、あ気持ちいい、最高、クララ最高だマジで。あ嬉しい。それはでもね、まだまだ全然ケツペでまくれる人生ではあるね。これケツインダルとかしてくれたら美味しいな。逆サイケツペッカ行きたい。そしたらインドラに対してね、てかペッカに対してインドラ合わせられると、エレキにさっきみたいにライトニング打たれて、もうダメなんですよ、そうなったら。あー、それはうまいなー。アイスペ許せねえ。いやでも今の許してケツペッカだったかな。際どいとこですね。さあ、ここは左のマジアチャ捨てて、右行きましょうか。よいしょ。まあエレジャー行きしてくるかな。お、うわーめっちゃ行け。はいはいはい、まあここはライトニングが当たらぬ位置なので、はい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 、よいしょ。これはインドラが来るのかな。はい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 、あれザップが遅かったか。これ飛来陣あるぞ。あって感じで、最後はしっかりとそのエレジェにもやられていくと、はい、いう感じで、まあ最初のシャシャありましたね。なんかハチコスのエレジェの頃だったらやってもいいようなプレイだったと思うんだけど、あのゴースっていうのは
7コスだと多分あの受けで出してそのまんまあの 9% 上がった体力で勝ち込みが来るんで、あのダメでしたね。普通にペッカー以外の舞台のエレジャ受けがもう強すぎてあれだったわ。そう、あの気をつけてください皆さん。はい、ということで、まあ、やっていったんですけど、これが今めっちゃ流行ってる、まああとファイスピがマズネ君だった方かな、流行ってるんだけど、まあ、こういうデッキもねすごい勝ちやすくなってると思うので、あのぜひね使ってみてください。ということで、もう本当にマジでここ1年持ってるかな、ここ半年ぐらいで一番なんかペッカに風が吹いてる気がする。ウッドの加工とかもね、特にね。そうなんで、ペッカ使う方喜んでください。ということで、今日はこの辺で終わりです。また次の動画で会いましょう。バイバイ。